紀伊山地の霊場と山経道は、和歌山県、奈良県、三重県にまたがる三つの霊場と山経道を登録対象とする世界遺産。2004年7月7日に登録され、2016年10月26日に登録範囲の軽微な変更がなされた。日本では12番目に登録された世界遺産で、近畿地方では5番目に当たる。登録時の規模は、 核となるエリアと、その保護のための周辺地域を合わせて、日本の世界文化遺産では、最大となる1万1865.3ヘクタールに及ぶ。標高1000メートル級の山々が連なる紀遺山地は、太古から自然を深刻化して崇める信仰が盛んな地域で、古代の都が置かれた奈良盆地近辺の人々の信仰を集めていた。6世紀に、 大陸から日本に仏教が伝わってからは、7世紀後半に山岳修行の地となっていき、9世紀に伝わった。真言密教は、高野山、10世紀から11世紀にかけて盛んになった。修験道は、吉野、大宝や熊野三山が主な修行の場となった。特に熊野三山は、神道の信仰の場でもあった。高野山、吉野、大宝。 熊野三山は三大霊場として、神仏集合の思想によって、密接な関わりを持ち、各霊場へと結ばれる、三景道として、大辺路、中辺路、小辺路、大峰奥掛道、伊勢路、高野山長石道が整備されていった。日本の世界遺産で初めて道が登録されたものであり、文化遺産のカテゴリーの中でも、人間の営みと自然の得意な結びつきを示す、名称。 庭園、遺跡などを意味する文化的景観にも初めて選ばれた。2016年10月24日に追加登録、軽微な変更がなされている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。具体的には、以下に登録資産の一覧、及び登録資産と、日本国内法上の文化財指定の対応を示す。 登録資産のうち、吉野、大峰、熊野三山、三景道のうち、大峰奥掛け道及び、熊野三景道の一部は、吉野熊野国立公園に含まれる。また、高野山及び、熊野三景道の一部は、高野龍神国定公園に含まれる。吉野水分金峰神社金峰山寺吉水神社、大峰山寺仏教学玉巻神社紀伊山地の、 霊城と三景道熊野本宮、熊野早玉飛鳥王子熊野那智西岸と寺、那智滝札楽山寺乳飛目混合ポージ寺ソニン、入館昭婦八条王子稲葉王子と慶人茶湯の、ミネ泉入坂戸田尾の峠塩見峠清水峠、トンド谷道総道寺戸田坂長井坂北郡、腰赤木腰にが、峠春殿峠、二光峠春殿峠、小犬子峠、紀伊山地の、 霊城と三景道三船島。津々と、峠に坂新峠、四神峠、馬越峠、焼山三木峠,鷹鷹魚峠,峠、う後峠、根に木島峠、波田市鬼ヶ城松本峠花の岩屋市市がに横書き、峠風伝峠,峠紀伊山地の霊城と、三景道世界遺産として登録された、道の洗礼である、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の最終地である、スペインのガリーシア州と、 熊野古道の最終地である和歌山県とは、古道の最終地としての永続的な友好関係を確立するため、1998年10月9日に、両古道の姉妹道提携を締結した。その後、熊野古道を含む、紀伊山地の霊場と山景道も、ユネスコの世界遺産に登録されたため、道の世界遺産同士の交流を続けている。 2005年3月、和歌山県世界遺産条例が制定された。熊野三景道の世界遺産登録範囲を追加する申請が2016年1月にユネスコ世界遺産センターへ提出され、トルコのイスタンブールで開催された第40回世界遺産委員会で審議予定であったが、クーデター未遂事件により審議延期となり、10月26日に、 フランス・パリのユネスコ本部で再開された、継続会議において登録が承認された。追加対象は、中辺地から、北郡虎市、長尾坂、塩見峠、虎市、赤城虎市、小犬子峠、駆け抜け道、八丈王子跡、稲羽根王子跡、阿蘇王,王子跡、大辺地から富田坂、田尾の峠、新田平見道、富山大良見道、とんど谷道、清水峠、二高峠、 春田峠、東京神社、高野三景道から三谷坂、京大坂道不動坂、黒川道、女神道で、追加区間の総延長は 40.1km で、ある。沿道自治体として、橋本市、上富田町、串本町が加わった。熊野三景道のうち、唯一世界遺産に登録されていない、黄色に関し、2015年制定の日本遺産に、 絶景の宝庫和の裏の構成資産として、海南市の黄色藤城坂、藤城峠王寺跡、藤城神社が2017年に認定され、これを足掛かりに世界遺産を目指す方針を表明している。2016年の拡張登録実現を受け、上記日本遺産の黄色や熊野中道と形容される小坂井道、旧道のルートが不明なままの区間や埋没したままの、 箇所がある大平寺での熊の古道大平寺狩り開き隊などによる古道の確認があり学術的精査と文化財指定を受けることでさらなる拡張登録を目指す動きもある世界遺産条約第5条にある文化遺産及び自然遺産の保護保存及び整備の分野における全国的または 地域的な研修センターの設置という条文に基づく来訪者施設の整備及び個々の試算における説明と情報提供を行う場所として和歌山県世界遺産センターと三重県立熊野古道センターが設置されたが奈良県では未設置である三重県尾瀬市で遺産登録地域の地権者が抗議の意を込めて所有山林の立ち木に落書きをしており 問題になっていた。一般的ないたずらの落書きとは違い、抗議が目的であるために強硬な措置は取られず話し合いにより解決する方向だった。これは、知見者に対する事前説明がなされずに遺産登録されたため、市教育委員会や市側の対応に不信感を持ったことによる抗議行動であった。抗議文は、 平成21年にこの地権者の手によって消去された。遺産本体部分や、その干渉地帯、さらにはその周辺地域での損壊が絶えない。特に、三景度跡である、熊野古道周辺で、それが著しい。また、世界遺産登録後、観光客の殺到によって一部の遺産では、荒廃が進んでいるとの指摘もある。2005年1月、関西電力は、 はてなし山脈に風力発電のための風車を建設する計画を発表した。はてなし山脈は遺産にも干渉地帯にも当たらないが、熊野古道から容易に長望し得るため景観に悪影響を与える恐れがある。また、はてなし山脈それ自体が近隣の河川の分水嶺となっており、工事による河川への悪影響が懸念されている。 中ヘ地、大ヘジを中心に2002年頃から数度にわたり、地元自治体の公共事業、古道とその周辺での植生のり払いが何度か行われたが、景観の悪化や貴重な商用樹林の損失など、むしろ弊害が大きく批判の対象となっている。加えて、いくつかの事例には、和歌山県が関与しているほか、国の緊急地域雇用創出特別基金事業の 下で行われた県の公共事業、緑の雇用事業の一環であるものもあるなど、行政当局の遺産保護に対する姿勢や、縦割りの弊害を問う声が上がっている。鼓動整備に伴うアクセシビリティを求める声と、文化財として改変には、否定的な見解の対立もある。2011年に、熊野早玉大社の所有にかかる山林が、 同体者や新宮市教育委員会などの許可を得ない、まま無断で伐採されていたことが判明した。地元住民から、日当たりが悪いなどの苦情を受けた、地元森林組合が、森林の一部を伐採していた。ABC ロムインターナショナル2005、P116、ABC ロムインターナショナル2005、P117、ロムインターナショナル2005、 ピアニッシも11、116、117、A.B. 玉木君よし、世界遺産馬鹿実録。熊野古道を世界遺産登録し、地球エコロジーを実現する、男文芸者、2014年。ISBN 978から42億8614万1770。A.B.C.D. 世界遺産登録への歩み。 和歌山県世界遺産センター読売新聞2000年11月18日、紀伊山地の霊場と山景道三重県、世界遺産年報2002平凡社、2002年。ISBN4582714048。AB、週刊日本の世界遺産暫定リスト07、朝日新聞出版、2012年。AB 文化庁。 条約上の資産種別と登録資産の国内法上の指定状況。文化審議会文化財文化会世界文化遺産特別委員会議事次第。文化庁。2016年6月11日閲覧。AB 世界遺産登録推進3県協議会20053975世界遺産登録推進3県協議会2005 75和歌山県。和歌山県の姉妹都市提携について。2017年5月19日閲覧。和歌山県世界遺産条例世界遺産を守る。和歌山県世界遺産センター。2015年11月3日閲覧。紀伊山地の霊場と山景道の警備な変更について、文化庁世界文化遺産。紀伊山地の霊場と山景道警備な。 変更提案書の提出について、我が山県西ニュース絶景の方向赤の裏赤の、裏日本遺産活用推進協議会、熊野中道小座街道紹介 NPO 法人に、来づくり我が山、平成27年第1回尾鷲市議会定例会、会議録。尾鷲市。ピアニッシモも、98から98、2019年12月31日、閲覧。 合同会社ヌいマイナス霊山インベストメント海南君の風力発電事業経済産業省 P77 2019年12月31日閲覧世界遺産の森林無断伐採日当たり悪い苦情を受け朝日新聞2011年5月13日ありがとうございます